黒田朝礼黒田朝礼11月24日から1978年4月16日は日本の家族、鳥類学者、政治家。日本朝学会会長を務めたことから日本朝学の父と呼ばれた。旧築前福岡藩黒岳当主で黒田長政から数えて14代目にあたる。祖父は第12代福岡藩主、黒田長地下。父は 貴族院副議長を長く務めた、公爵、黒田長生、母は、清子である。妻は、官員の都と日と新能の大妙女,女の茂子。長男の長久も長じて、鳥類学者となり、山品鳥類研究所所長を務めた。長女の政子は、加賀まいや第17代、前田利立てに、次女の講師は、土佐山内科第18代、山内と与明にそれぞれと嫁いだ。 東京府東京市赤坂区福吉町に生まれる。地定内に広大な日本庭園があり、植栽や鴨池があったため、幼児より鳥類、植物に親しんで育った。日本における分類生物学の草分けの一人であり、中西五道、内田聖之助、高塚佐信介、山品吉丸とともに、日本野鳥の会の設立発起人となり会頭となる。また、 渡瀬昭三郎、田子和也、内田聖之助、小林圭介、岸田久義と共に、戦前の日本哺乳動物学会を設立する。全滅種である冠陸志賀も、宮古商品が新種として認定されたのは朝礼の功績が大きい。鳥類原色大図節全産冠や、ジャワの鳥、パロッツ・オブ・ザ・ワールド・イン・ライフ・カラーズなどの30冊以上の著書があり、ブックメーカーと呼ばれた。 蝶類原色大図節前3巻は昭和8年に区内省が自費出版した非売品であり、名著と名高く絵は蝶類画のパイオニア小林絵さんが担当し1092種類の絵が描かれている。原画は黒だけが所有していたが繊細で皆焼けてしまった。山品吉丸による日本の蝶類とその生態清水幸康による造法改訂版。 日本鳥類大図鑑全三巻、造法版一巻と並び、日本鳥類三大図鑑と呼ばれ、大きくの鳥類学者に影響を与えた。朝礼は、生前、黒岳重宝は、美術工芸品であっても、郷土福岡との関連において役立てるべき、歴史的文化財であるとの言葉を残しており、彼の没後、黒岳に伝来した宝物や、美術品、歴史資料は、 王府の意志を継いだ重子夫人により、黒田資料としてまとめられ、福岡市に寄贈された。黒田資料は、その後、福岡市東区志賀島出土の、貫野国王院、刀、へしきり長せべ、たち、日光一文字や天下三名層の、日本語などのように歴史的価値の高いものは、福岡市博物館へ、書画など、美術的価値の高いものは、福岡市美術館へ分けられて、 収蔵、展示されている。ありがとうございます。